こんにちは。今日はですね、そのアップルウォッチのレビューをさせてもらいたいと思います。まだ買ってはないんですけど、エアレビュー。エアレビューみんなあんまり見たことないでしょ。そうですね、エアレビュー。もう俺にとっては世界初世界初アップルウォッチのエアレビュー。エアレビューをねとうとう見れるんですね。経緯としてはまず経緯エアレビューになってしまった経緯としては、あるんですよ一応。そうまず予約開始日に、なんか全然売れないんじゃないかっていう噂が流れてたから、結構余裕ぶってたんですよ、結構瀬戸さんがね、ノリノリに、で3分前2分前みたいな感じで瀬戸さんが買え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 みたいな感じで歌ってた。瀬戸さんはねツイッター上でね、イメージもう本人に会ってないから分かんないけど、ツイッター上のイメージでは瀬戸さんはもう買え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 みたいな感じで買ってたのね、瀬戸さんは。俺今台本考えてるし、いや買ったらテンション持ってかれるなと思って、だから一応一段落して夜のたしなみ、夜の楽しみに撮っとこうと。10分後ぐらいかな、なんか瀬戸さんがもうその全部売り切れちゃったと、テンションがすごい落ちちゃったと、発売当日までとりあえずいや様子見ようと、当日に売るかもしんないなっていう噂聞いてたから、前日、早く起きて調べようと思ってたの、普通に起きて、全然いつも通りに過ごしてたの、またツイッター見たら、あのユーストリーマーの綾野さんが、渋谷のビッグカメラねありましたって書いてあったから、やべ忘れてたと忘れてたんだ昨日の夜中アップルウォッチのことあんなに考えてたのに、あ、ダメだ、なんかこんなこと考えちゃってたと。いや、いいんだよお風呂と思って、お風呂に入って、あ、いや、お風呂に入る前にビッグカメラに電話すればよかったと思いながらお風呂入って、で、お風呂出て、で、お風呂出た後にすぐビッグカメラに電話して、まだありますかと、42mm、俺その 38mm と 42mm って2タイプあるの、ちっちゃい方と大きい方、大きい方しか買うつもりがもうないわけ、まだ、はい、だから、あ、大きい方はもうちょっと微妙ですねと、微妙ってことあるなと絶対、バンって切って、すぐ山田電機に、山田電機の方が近いから、バンって電話して、山田電機ですかと、アプローチ売ってませんかと、したら、ないですと。バッと切ってでもダッシュして渋谷まで行って今の山田電機の下り必要だったでバッと行って、でなくて、で 38mm を売ったんだけど、いや 38mm 欲しくないじゃんと、だから一回ちょっと我に返って、みんなもう今日手に入れてんなっていっぱいそのアップルウォッチのエアーでレビューの仕方を覚えちゃった。ああ話長かったなこの動画のタイトル、アップルウォッチを買ったと書いてあるよね、タイトルには。どういうことかっていうと、この動画の最後に俺アップルウォッチ買うから、買うところまで行ったら行くんですね、今日は今日行くもう、だからアップルウォッチ買ったって言っても詐欺じゃないんだよ銀座のデパートにアップルウォッチ店が入ったんだけど、そこで買った、あのアップルウォッチスポーツをやる、それなんでなんでいや、袋が違うから。あー、なるほどね。つまり皆さんは銀座のアップルウォッチ店で買ってくださいねっていう。そうとにかくまず一回出します。出しますね。あー、なるほど。エアーってそこまでエアーでやるんすか。こちらがね、銀座のアップルウォッチ店で買ったそのアップルウォッチですね。はい。で、これね、箱が違いますね、全然入れてる袋が。袋が、こういう袋とは違って、白い光沢のある綺麗な袋で、アップルウォッチとここに書いてあって、で、何よりもここで気にしてほしいのが、ここの紐がこれ独特の折り方されてまして、ミラネーゼループっていう、ちょっとこう、ちっちゃい丸でいっぱい作ってある、こういうバンドがあるんですけど、このバンドを少し意識して作ったと言われている、この紐。そういう箱で、この箱で売られてるのはアップル店だけなんで、お願いしますね、まず。お願いしますね、はい。今は袋だけしか見えてない、袋しか見えてない、はい、はい、お願いします。あ、袋は下に置いて、いや、結構重いっすね、やっぱり。はい。なんでだろう、思ったより重いな。え、アップルウォッチってそんな重いのかしらと。いや、結構重いんですよね。で、なんか長細いんですよ。アップルウォッチスポーツはちょっと長細いんですよね。あ、スポーツ長細い。はい。じゃあちょっと、透明フィルム、ちょっと破っていきますね。あ、はい。どうですか、破りづらいですか。あ、やっぱりお得意のね、破りづらいっすね。これはただの
アップルウォッチだと、はい、あの破れづらくないらしいんですけどアップルウォッチスポーツはねこのちょっと切れ目みたいなの入ってないんでね破りづらいなあ。いろんな情報いろんな情報を拾ってきたんですね。悔しかったんだろうな。あープーンした。エアプーン。パラパーンなパパーン。ちょっと結構重いんですけど、はい、なんでこんな重いのかな。はあはい、一応箱はね、はい、あの MacBook Air とか MacBook Pro が入ってるのと同じような箱です。はあはあ、結構ツヤってガッて、はいはいはい、硬めの。じゃちょっと開けていきますね。はい、どうですかどうですか。やっぱりちょっと空気なかなか入んないんでね。あ、なるほど。なかなか開かないですね。開けづらいんですね、これね。さあ、あ、おっとおっと、おお、なんかプラスチックの圧出てきましたね。わかんないです。ちょっと説明してもらっていいですか。ちょっと説明してもらっていいですか。おっとっとにちょっとついていけなかったんで。なんかプラスチックのやつが出てきた。なんかプラスチックのやつが今あるんで、はい、ちょっとそれ取りますね。はい。なんかプラスチックのやつを取る。プラスチックのやつがちょっとここにからあのセロハンが出てて、はい、プラスチックのやつこう繋がってるんで、はい、これをちょっと。持ち上げて、あ、それを持ち上げる。このプラスチックの入れ物にアップルウォッチが入ってるんじゃないでしょうか。じゃあとりあえずこのプラスチックの置物はここに置きまして、はい、そこに置いといて、でこっちの中から見ていきましょう。あ、見てください、デザインドバイカリフォルニア、やっぱ入ってますね。いやちょっとわかんなかったです。やっぱママ君と一緒でね、やっぱ入ってますね。お兄ちゃん怖いよ。お兄ちゃん怖いよ。見えてんのよ。見えてんの。お兄ちゃんマジで怖いよ。それじゃあね、ちょっとまずちょっとここの上のやつをちょっと取っていきましょうね、はい、ここの上のやつ、はい、どこ触ってんの。あー、これあれだ、